アナマリア・ヨペックは、ポーランドの音楽家、歌手、作詞家、作曲家、音楽プロデューサーでもある。これまでに、ポーランドのゴールドディスクを10回、プラチナディスクを7回獲得。2015年にはポーランド復興勲章を受賞している。1970年12月14日、ワルシャワ生まれ、音楽一家に生まれ育つ。父親のスタニスワフ・ヨペックは元マゾフシェブ登壇の、 花形ソリスト。母親のマリア・スタン・ケービッチ・ヨペックは元マゾフシェ、舞踏団の歌手でダンサー。妹のパトリツィアは、現役のバイオリニスト。ワルシャワの名門ショパン音楽アカデミーで学ぶ。卒業後は、ニューヨークにあるマンハッタン音楽院でジャズを学ぶ。1997年アルバム、AL ジェステムでデビュー。2000年に、インターナショナル版。 ベアフットで国際的な活動をスタート。その後も2005年にシークレット、2008年に ID をインターナショナル版で発表。2002年にパッド・メセニーとのコラボレーションアルバムウポイエニエを発表し、2008年に同作品のインターナショナル版をリリース。これまでにコラボレーションした主なアーティストは、ブランフォード・マルサリス、オスカー・カストロ・ネービス、ボビー・マクファーリン、 ユスー、ムドゥール、ナイジェル・ケネディ、クリス・ボッティ、オゾネ・マコト、リチャード・ボナ、ミノ・シネル、クリスチャン・マクブライド、ギル・ゴールド・スタイン、ゴンサロ・ル・バルカバなど、世界各国で講演を行っており、日本でもたびたびコンサートを行っている。2014年には、ブイン日本交流年親善大使に就任。東日本大震災の被災地で、チャリティコンサートを行ったり、 松下直 V4 ジャパンスペシャルコンサートに出演するなど様々な活動を行った。2015年芸術分野での実績とポーランド音楽の国外普及活動が高く評価されポーランド大統領からポーランド復興勲章が送られている。ありがとうございます。